始まりました。ダート競馬ジャパン、横山ルリカです。今週の解説はこちらのお二方です。まずは日刊競馬南関東版の鎌田智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方は勝馬南関東版の長尾元弘さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日は牝馬重賞展望ということですが、鎌田さん、女性のアプローチはいかがですか？いや、緊張しちゃってちょっと苦手な方ですね。緊張しちゃいますか？緊張します、はい、どうでしょう、牝馬のアプローチというのは。牝馬は、まあ、気の強そうな馬と体調の良さそうな馬を注意したいかなと思います。なるほど、はい、さあ、そして長尾さんは、はい、女性のアプローチはいかがですか？あんまり人間の女性はね、アプローチ、はい、得意ではないんですけれども。そうですか。馬に関しては苦手しかないので、2レースともビシッと当てたいと思います。ちょっとじゃあ牝馬の重賞ということでね、お二人にビシバシ予想いただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。では予想の前にまずはこちらのコーナーです。先週番組で展望したレースを振り返ります。まずは7日木曜日、紋別競馬場で行われました道営記念です。1番人気はベルピット、2番人気はアナザートゥルース、3番人気はミシケンボブでした。ではレース途中から見ていきましょう。さあ、鎌田さん、まもなく直線、ベルピットとアナザートゥルースの一騎打ちですね。はい、四角での手応えは歴然の差に感じたんですけど、アナザートゥルース直線一旦差し返すような粘りを見せて、一瞬大金星かの結末かと思ったんですけど、まあ、そこからベルピットが底力でねじ伏せた感じですね。これで今シーズン6戦6勝、立ち直ってこの走りは評価できるものですし、まあ、他地区遠征でも楽しみです。単勝は元返し、ベルピットが圧倒的人気に応え、今シーズンの北海道競馬を締めくくりました。なお払い戻しは1番人気、2番人気、3番人気の順で、3連単は280円でした。続いては7日木曜日、園田競馬場で行われましたクスノキ賞です。1番人気はギガース、2番人気はプリフロオールイン、3番人気は不自由人でした。ではレース途中から見ていきましょう。さあ、長尾さん、話題の5頭が先頭集団を形成して間もなく直線ですね。はい、まあ、超豪華なメンバーの中ね、勝った藤井ユージーンはスタート後手だったんですけれども、まあ、外目から早めにポジションを上げて、まあ、4コーナーこの辺りではね、もうギガースの外見2番手までつけました、まあ、勝利ジョッキーインタビューでね、村上騎手が非常に勝負根性を、ね、評価されてましたけれども、まあ、その通り直線の叩き合いは非常に見応えがありましたね。直線の短い 1400m の、ね、忙しい競馬にも対応したのは今後にとって収穫になったと思います。豪華メンバーが揃った短距離決戦を制した藤井ジーン、重賞7勝目です。なお払い戻しは3番人気、4番人気、1番人気の順で、3連単は7780円でした。続いては6日水曜日、紋別競馬場で行われました同栄スプリントです。1番人気はスペシャル X、 2番人気はスティールペガサス、3番人気はデステージョでした。ではレース途中から見ていきましょう。さあ、鎌田さん、勝ったスペシャル X は現在2番手で間もなく直線です。はい、もう好スタートからスッと2番の番手に収まって直線抜け出すという正攻法での完勝ぶりでした。8月以来の実戦でプラス24キロの馬体増だったんですが、重み感もなくて好仕上がりでしたし、 2,3 歳児の単調な面が抜けて幅が広がった感じもしますね。こうすると次走を予定している兵庫ゴールドトロフィー、昨年以上の結果も期待できるかもしれません。スペシャル X は重賞4勝目。なお払い戻しは1番人気、6番人気、2番人気の順で、3連単は1万5320円でした。最後は6日水曜日、大井競馬場で行われました廃成功記念です。1番人気はスマイルマンボ、2番人気はシビックドリーム、3番人気はパルベニューでした。ではレース途中から見ていきましょう。さあ、長尾さん、スマイルマンボが花をキープしたまま直線に向きました。
はい、まあ、とにかく勝ったスマイルマンボが強かったですね。まあ、スタートから4コーナーまでほぼ馬なり持ったまま、ラスト1ハロンで追って6馬身差まで着差つけましたからね。追ってしっかりしてますし、まあ、勝ちタイム1分42秒6ということで、昨年の、ね、伊達の将軍とほぼ同じ勝ちタイム。まあ、この勝ち方でしたら来年以降もね、春のクラシックも、ね、非常に楽しみな器だと思います。人気に応えたスマイルマンボはデビュー4戦目、重賞初勝利です。なお払い戻しは1番人気、2番人気、7番人気の順で、3連単は1万130円でした。ここまでは1週間を振り返りました。さて JBC の結果についてなんですが、9日に放送されましたアタック地方競馬でたっぷりとお届けしていますので、どうぞ YouTube のアーカイブでご覧いただければと思います。では続いてはこちらのコーナーです。さあ展望コーナーです。今週のターゲットは2レースございます。まずは13日水曜日、川崎競馬場で行われますロジータ記念です。坂本さん、こちらのレースの位置づけ教えてください。川崎の名品ロジータを叩いて創設された3歳牝馬の重賞で、南関東の3歳馬にとっては最後の世代限定の重賞でもあります。1人着馬には国賞への優先出走権が与えられまして、他地区にも開放されているんですが、馬券に絡んだのは15年の東高ヴィーナスの2着、これが最高着順になっています。ありがとうございます。では枠順見ていきましょう。長尾さん、メンバーご覧になっていかがですか。はい、まあ、そうですね、地方全国交流ということで、まずは遠征勢、まあ、北海道からは重賞馬ポルラノーチェ、高知からも重賞馬のグラインドアウトが参戦してきました。まあ、迎え撃つ難関勢としてはね、規制勢力関東フス2着のミスカルレーラ、そのあたりを筆頭に、まあ、転入初戦の、ね、実績馬虹色ハーピーやリケアマロンなど、まあ、豪華なメンバーが揃ったと思います。はい、ありがとうございます。では参考レースご覧いただきましょう。まずは同じ舞台で行われた関東オークスです。はい、まあ、アンデスビエントはねスピード、1枚抜けていて、すんなり花奪い切りましたからね、手は早かったんですが、まあ、道中は落ち着いて息の入る展開になったと思います。まあ、勝ち馬は別格として2着ミスカルレーラも、ね、先行して、最後詰め寄られながらもねよくしのいだ点はね評価できたと思います。またグラインドアウト、プリンセスアリー、ローリーフレイバーあたりもね展開考えればね、交流戦でよく頑張ったと思います。続いて虹色ハーピーの前走、東海優駿です。はい、虹色ハーピー道中2番手から4角一旦先頭の競馬、最後は刺されはしたんですが、まあ、勝ち馬のフークピグマリオンは言わずもがな東海3歳の最強馬ですし、2着のキャッシュブリッツも10月に古馬混合重賞を勝った実力馬なので、まあ、傷のつく戦績ではありませんね。この時点で距離2100メートルをこなしたことも評価できる内容だったと思います。続いてリケアマロンの前走、オータムティアラです。はい、2番枠からある程度出していって射程圏の4番手で競馬運びました。前もね結構流れましたんでね、4コーナーでは、並びかけて直線かわしてから押し切る形、まあ、馬格的には小柄なんですけどね、ストライドが大きくて伸び伸び走りますし、まあ、息の入らない展開の中ゴールまでね一生懸命走り抜けましたから、レースレベルまではどうかと思うんですけれども、リケアマロン単体としては評価のできるレースだったと。続いてポルラノーチェの前走、グランシャリオクイーンズです。一番人気の3億レアに枠した格好ですが、ポルラノーチェ道中2番手から4コーナー先頭の勝ち競馬で3着以下には差をつけての2着でした。まあ、重賞、それまでの重賞4戦中段から足を伸ばす競馬していたんですけど、ここ前々をさばく競馬でしたし、こちらの方がより能力を発揮できるようにこのレースを見て感じました。最後にトライアルのサルビアカップです。はい、まあ、金量差がありましたからね、52キロの今をときめくが主張して逃げて、道中はねかなりペースを落ち着けてスローペースに落としたんですよね。まあ、結果的には先行有利の流れだったと思いますが、シトラルテミニが内々でうまく立ち回りまして、直線抜け出す正攻法の形で勝ちました。まあ、2着のベイデンマリーナも展開考えればよく指してきましたからね、こちらも評価はできる意図だと思います。参考レースご覧いただきました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。
鎌田さんの本命は虹色ハーピー、対抗がミスカレーラ、黒三角がポルラノーチェ、白三角はプリンセスアリー、シトラルテミニ、グラインドアウト、フェルディナンドの4頭。そして長尾さんの本命はミスカレーラ、対抗がポルラノーチェ、黒三角が虹色ハーピー、白三角がシトラルテミニ、ローリエフレイバー、プリンセスアリーの3頭です。では鎌田さんから本命の虹色ハーピーについてお願いします。はい、虹色ハーピー、3走前の東海クイーンカップでは9月にマリンカップ3着と好走した蔵王相手に一馬身挟の快勝、続くノジキク賞でもグラインドアウトらを退けて勝利していて、地方の3歳牝馬の中では全国級の能力を秘めていることは間違いないですね。東海優秀3着も東海ボバの競合2頭には屈しましたが、前々攻めて0秒4差なら傷にならないですし、周りは違っても距離 2100m をこなしたことは評価できますね。転入初戦でも傾向量は豊富ですし、直前もコバ A 級のサベージと合わせて追走編入になったら仕上がりも悪くなさそうですね。森下厩舎ということで、勝算があると見込んでの川瀬牽制だと思うので、人気が、一番人気にはならないと思うので、初戦が妙味だと思います。結構ね、距離とか展開とか問わない感じなのかなと。そうですね、それまでもいろんな地区で構想している馬なので、精神力の強い馬だと思いますので、さあ、そして長尾さんの本命はミスカレーラですね。はい、まず前提としてね、14頭だけ全ての馬にチャンスがあるぐらいのね、大混戦だと思うんですけれども。そうですか。単純に前走関東オークス、同じ舞台で行われた関東オークス2着というのを評価したいと思います。はい、カジューマは別格として、先行勢楽な流れだったとはいえね、後続の猛追、グラウンドアウトの猛追をねしのいで、2着しのいだというのは評価できると思いますし、規制勢力の難関勢はね、結構舞台が変わるたびに着順が入れ替わるぐらい力量差拮抗してますからね、適正示して同じ舞台で2着好走したというのを、ね、評価したいと思います。今回、ね、休み明けですが状態どう見てますか？はい、そうですね、もうポイント的には十分出走できるポイントで臨んでますんで、夏場は放牧出して、ね、リフレッシュしましたし、その後の乗り込みも順調で直前の追い切れもしっかり動いてますからね、仕上がりは万全だと思います。わかりました。さあ、そして対抗ですが、鎌田さんはミスカレーラですね。そうですね、関東オークス圧勝したアンデスベントが本当絶妙なペースで逃げて切ったんですけどね、3番手4番手で追走した JRA 鈴木馬が後方に沈んでいった中で、このミスカレーラは終始2番手からそのままに粘り通した形でしたね。もともと2歳児からクラシック級の素質は秘めていると思った割に、桜花賞東京プリンセス賞上がりだったんですが、3戦目で本来の地力を見せた格好ですね。今回秋初戦でまた馬体面とか注意したいところなんですけど、名古屋さんのおっしゃる通り仕上がり万全とのいうことなので、普通に能力発揮すればこの馬勝ち負けしても全くおかしくないというか。そうですね、ちょっと強さを見せてくれそうな雰囲気ありますね。さあ、そして長尾さんの対抗ですが、ポルラノーチェですね。はい、そうですね、地元の紋別中心に使われているんでね、その対戦比較がなくて力の比較が、ね、難しい一頭なんですけれども、ただね、戦っていたメンバー考えると結構同世代の牝馬ではなくて、コバのオープン馬相手にね、戦って前線している能力がありますから、前走もね、グランシャリオクイーンズ2着ということで早めに抜け出した分ね、最後刺されはしましたけれども、メンバーレベル考えればね、十分評価できると思います。あと結構ね、その客室的な自在性があるんですけれども、スパッと切れるタイプではないので、長距離戦でね、ロングスパート生かして伸び伸び走れる方が向くと思うので、川崎の2100っていう舞台もね、適性はあると思います。あとは輸送ですかね。そうですね、そのあたりはね、やってみないとというところあるんですけれども、そこは信じてというところですかね。さあ、そして鎌田さんは黒三角がこのポルラノーチェですね。5月の重賞初挑戦の時、日高総カップでいきなりコバ相手に金量差あっても2着したまで、相当な能力感じさせたんですけど、その後同世代同士のフロイラインカップを勝って、前走グランシャリオクイーンズで2着と、同栄牝馬のトップクラスの能力がありますね。今回全国級に入っての力関係が焦点なんですけど、3走前ノースクイーンカップ4着時の、0秒6差負けたラブラブファイロ、難関 A2 級で昨年のシンデレラマイルでスピーディキックとタイム差なしの走りを見せた実力馬ですので、同世代同士だったら、ここだったら力上位でまとめて任せてもおかしくない可能性は秘めていますね。さ
そして長尾さんの黒三角が虹色ハーピーです、はい。まあ、天竜初戦ということでこちらも、ね、その対戦比較からするとねあまり直接的な対戦はないんですけれども、まあ、ただ2走前のノジギク賞なんか見ると今回一緒に走るグラインドアウトあたりと一緒に走って、まあ完勝といったような勝ちっぷりでしたからね、はい、間接的な力量比較からするとね十分通用する器はあると思います。あとはね、まあ、器用さはあるとは思うんですけれども、まあ、今回は川崎2100コーナーが6回ありますから、まあ、一応初めての左回りということで、コーナーの数を考えるとね少し半信半疑なところはあるかなと思っています、はい。さあそれでは白三角から1頭鎌田さんいかがでしょうか。そうです、フェルディナンドというのがちょっと侮れないかなと思っているところはありまして、はい、まあ、前走サルビアカップ大敗したんですけど、この時20キロ走の馬体像でひとたたきムードの一戦で道中落鉄もあったので度外視できるところもありました。まあ、ひと叩きして追い切り時計は前走時から大幅に短縮してますし、まあ、体調上昇ムードなので、まあ、スムーズな競馬だったらここで上位進出は可能じゃないかなとは思います。はい、長尾さんはいかがですか。そうですね、トライアル勝ったストラルテミには、ね、一応抑えておきたいと思いますね、はい。まあ、前走は位置取り展開的にも、ね、追い風だったっていうのはあるんですけれども、まずその位置取りで競馬ができたっていうことが、ね、この馬のセールスポイントだと思いますから、まあ、川崎に長距離の適性は示しましたし、今回のメンバーでも差はないと思います。はい、まあ、ちょっと長尾さんがね、どのメンバーが勝ってもおかしくない混戦だということを最初におっしゃってましたが、はい、鎌田さんも感触としてはどうですか。そうですね、もう本当にどれが勝ってもおかしくないと思って、まあ、上位さんと印揃ったの正直ですよ、ね、意外だったですね。意外でしたけど気が合います。買い方は鎌田さんどうですか。そうですね、まあ、ここは中尾さんと揃ったので自信持って上位評価3等から白にどう絡めようかなっていう感じですかね。なるほど、長尾さんはどうですか。いや、人気もちょっと読めないんでね、まあ、ミスカルラ本命つけたんでそこは一応軸にして、まあ、ポルラノーチェ虹色ハーピーあたり、そうですね、このあたりが人気の盲点になるようだったら、まあ、2列目の軸とかそんな感じでね狙いたいと思います。わかりました。3歳牝馬決戦のロジータ記念、お二人の予想参考にぜひレースお楽しみください。さあ展望レース最後は12日火曜日川崎競馬場で行われますローレル賞です。長尾さん、こちらのレースの位置づけお願いします。はい、こちらはね2歳牝馬限定の、地方全国交流戦になりますね。ポイントとしては年末に多いで行われる東京2歳優秀牝馬の優先出走権、こちらが上位3着までに、ね、与えられますので、重要なステップレースだと思います。はい、ありがとうございます。では枠順見ていきましょう。メンバーの印象、鎌田さんいかがですか。そうですね、南関東からゴールドジュニアを制したランベリーが出てきましたし、まあ、デビューから2連勝中とそこの見せていないウィルシャインとドナギニーも参戦しています。ここに同泳から4戦無敗重賞2勝のリオンダリーナが遠征してきて、まあ、ここでの力関係そのまま年末にもつながりそうなので目の離せない一戦になりそうですね。うん、ありがとうございます。では参考レースご覧いただきましょう。まずはランベリーが勝ったゴールドジュニアです。勝ったランベリー、タバとぶつかりながらもひるまず直線狭いところを抜け出し、まあ、2着のオーシンレジーナと馬体を合わせてからはもうゴール前でもう一伸び見せたんですよね。まあ、こちらの想像以上にいい足を長く使いましたし勝負根性の高さも見せました。まあ、当時順位等だって8番人気の伏兵だったんですが能力で押し切った感じもありましたね。フロックではないと思います。次はリオンダリーナが勝った園田プリンセスカップです。はい、リオンダリーナスタート前ゲート入りこねていたんですがゲートはゴムに出てそのまま逃げの手、道中の折り合いもスムーズに移りました。2番手のリベルベロがプレッシャーをかけているようには映ったんですけど 3,4 コーナーで仕掛けると逆にこれを返り討ちにしてしまいもしっかり伸びて後続に付け入る隙を与えませんでした。これで 1400m も難なくクリアして短距離馬ではないことを証明しましたね。7番リオンダリーナ、続いてドナギニーが勝ったツバメ特別です。はい、まあ、10頭立ての、ね、8番人気だったんですけれども、まあ、レース内容は、ね、正攻法の競馬で完勝でした。大外枠から内の様子を見ながら外目の2番手 3番手あたりですかつけまして、まあ、後続かわしてからも、ね、集中力切らさず伸びきってますからね。まあ、ストライドが大きくて、ね、伸び伸び走ってポテンシャルは高いと思うんですけれども今回小回りコースに変わりますから、まあ、そのあたりの適性が鍵だと思います。
続いてウィルシャインが勝った船橋の2歳戦です。はい、デビュー戦の時もそうだったんですが、本田騎手がね、もうこの馬の能力を信頼してじっくり、自信を持って乗ってる感じがしますよね。まあ、道中はちょっと馬が行きたがるところを見せるぐらい、折り合いに専念して、直線向いてからエンジンをかけると、まあ、着差以上時計以上の干渉と言っていいと思います。まあ、新馬戦ここ2戦で、それほどインパクトのある勝ち方ではないんですけども、潜在能力は高いと思います。最後にトライアルの小町特別です。出走メンバーの大半がフルゲート初めてという中で、しかもアメババだったんですが、まあ、結果的には濃い3番手に流れに乗ったモンゲイキララが正攻法の競馬で1着、これを見る形で外から伸びたチャチャ発行が首差の2着で続きました。3着オリゴールエレガンスも直線打ちしぶとく伸びて、キャリア2戦目とすれば合格点の内容だったと思います。参考レースご覧いただきました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。鎌田さんの本命はリオンダリーナ、対抗がグレアネオンライト、黒三角がランベリー、白三角はウィルシャイン、プラウドフレール、モンゲイキララ、チャチャ発号の4頭。そして長尾さんの本命はウィルシャイン、対抗がリオンダリーナ、黒三角がドナギニー、白三角はランベリーとピーチブロッサムの2頭です。では鎌田さんから本命のリオンダリーナについてお願いします。そうですね、リオンダリーナ、前走園田プリンセスカップ初の 1400m 戦で、まあ、遠征もあってか 10km の馬体減、しかもスタート前相当ゲート入りに手こずったんですけど、まあ、ゲートが開いてしまえば難易なく逃げ切って5馬身差の圧勝を飾りました。この時2着に任したラブミールイスが、川崎の7月の2歳1組特別でモンゲイキララに5馬身差で先着したことがあることからも、難関でも能力は楽に通用すると思います。まあ、才能圏で減った馬体の回復していくことも見せていましたし、まあ、そこからここのレース目標に仕上げてきたので不安もないと思います。まあ、吉原騎手を鞍上に迎えているので、ここはスピードの違いで押し切ってしまうんじゃないかなという期待ありますね。ちょっと実績もそうですね、まあ、最上位というかもう一枚抜けているのでそういう感じですよね。はい、はい、さあそして長尾さんの本命はウィルシャインですね。はい、まあ、2歳戦、キャリアの浅い2歳戦なんでね、まあ、結構主観的にはなってしまうんですけれども、まあ、とにかく能力試験の時からこの馬潜在能力素質はね、かなりのものを感じましたから、はい、ポテンシャルを信じてこの馬からいきたいと思います。なるほど、どうでしょうか、川崎の適性だったりとか。はい、そうですね、この前走のレース映像を見てもね、まあ、直線までじっくり足ためて折り合いに専念してね、追ってからしっかりしてますから、着差はそんなにないんですけれども、内容的には完勝と言っていいですし、まあ、そういった競馬をね、ここ2戦本田騎手がねしてきて、まあ、レースを覚えさせてるっていうこともあると思いますから、そのあたり考えるとね、戦力距離が伸びるの全く問題ないと思いますし、むしろ、伸びた方がポテンシャル生きるんじゃないかなぐらいに思ってます。なるほど。さあそして対抗ですが、鎌田さんはグレアネオンライトですね。はい、まあ、このまま船橋 1000m、川崎 1400m 異なる条件、皐月競馬で連勝した競馬センスの持ち主で、はい、まあ、お母さんのオメガインベガスは関東オークス2着で、高知グランプリカップも勝っているような馬ですからね、そこにお父さんマジェスティックウォリアーと決闘的な期待値は相当高いものがあります。はい、前走の小町特別4着は少し物足りなさはあったんですけど、3ヶ月ぶりの実戦で勝負どころで反応がしきれなかったのは、そのあたりが影響したのかなという印象も強かったので、まあ、それでも外からしぶとく伸びて勝ち馬から0秒誤差の4着までは詰めてましたし、まあ、上積み一つで、まあ、両下一つで巻き返してきてもおかしくない実力はだと思います。まあ、これ叩かれて上積みもそうですね、追い切りも良さそうですよ。そうですね、まあ、叩き2戦目になりえますし、少なくとも上積みはね、使った分上積みがあると思います。はい、さあそして長尾さんの対抗ですが、リオンダリーナですね。はい、北海道の6月デビューでね、まあ、気のいいタイプ、点のスピードがありますし、まあ、いかにも早い時期からの、ね、活躍が期待できるタイプですよね。はい、まあ、前走の園田プリンセスカップ、まあ、この時ちょっとねゲートの入りはね渋ったみたいなんですけれども、レース始まってしまえばね、もうすんなりスタート出て、まあ、スピードの違いで押し切ったような形ですから、ゴール前までね、まあ、回転数が非常に高い走りですし、まあ、今回内枠入って吉原騎手ですからね、まあ、スタート決めてすんなりそのまま押し切りっていうこともやはり十分考えられるかと思います。
さあ、そして鎌田さんの黒三角ですが、ランベリーですね。そうですね、まあ、このままデビュー戦スタート後にバカついて外に一掃する気難しそうな面が見せたんですけど、まあ、その反面ゴールドジュニアでは他の馬と競り合いながらも最後まで伸びてボバと叩き合いを制したように小柄な牝馬なんですけど勝負根性目が見張るものがありますね。まあ、続く前走大井 1600m 戦は大きく差をつけられた2着だったんですけど、まあ、この時の勝ち馬が先週海星古記念圧勝のスマイルマンボなので、そうですよね、まあ、全く傷になる戦績でもないですね。まあ、初コースなので折り合いがどうかなというのは心配なんですけど、勝負根性多頭数でこそ持ち味が生きてくると思います。はい、さあそして長尾さんの黒三角がドナギニーです。はい、ちょっとね、まあ、適正面考えて黒三角までにはとどめたんですけれども、能力的には、ね、かなり評価しています。はい、まあ、前走も、ね、後続6馬身差の圧勝で、まあ、時計的にも1分43秒2ですか、まあ、十分評価できますよね。まあ、ストライドが大きくて、ね、非常にダイナミックな走りをするので、まあ、地元の多いコース向きっていう感じはしますからね。まあ、川崎コース小回りの外枠をどう攻略するかっていうのがこの馬に関しては鍵になると思います。なるほど。さあそれでは白三角から一頭、鎌田さんどうでしょうか。チャチャ発号という馬がここまでまだ3戦未勝利の馬なんですけど、はい、まあ、相手なりに走れるようなタイプの馬で2着か3回、まあ、対門芸キララでのタイム差も前走で詰めてきましたし、人気の盲点だったらこの馬ちょっと怖い存在だと思います。なるほど。長尾さんはいかがですか。はい、そうね、10番のピーチブロッサムも、ね、抑えておきたいと思います。はい、まあ、気のいいタイプ先行馬のイメージなんですけれども、まあ、前走の浦和はね、逃げたサティスファイアをマークしてサス競馬で勝ち切りましたから、まあ、そういった競馬ができたのは収穫だと思います。この枠だったらね、先行馬見ながらサス形でもね勝負になると思います。はい、鎌田さん、このレースは買い方どうでしょう。そうですね、リオンダリーナのスピードが抜けれると思うのでこの馬の一着付けで買いたいかなとは思っていますね。馬タンですか。馬タン3連単、まあ、印どころに流そうかと。うんうん、はい、長尾さんはいかがでしょう。個人的にはウィルシャイン期待してますし、配当的にも結構つくところだと思うんでね、はい、ウィルシャイン信頼して、もう印どころはねもう全部流したいと思います。わかりました。さあ2歳牝馬決戦ローレル賞、お二人の予想参考にぜひレースお楽しみください。以上2レースの展望をお届けしました。今回展望したレースはグリーンチャンネル地方競馬中継でご覧いただけます。ぜひお見逃しなく。では今週の JRA インターネット投票を活用した地方競馬の発売日程です。土曜日曜の2日間、即パッドと A パッドの両方で地方競馬を購入できます。 JRA インターネット投票で全国の地方競馬をお楽しみください。さあ今日はね、牝馬重賞をお送りしてまいりましたが、鎌田さんはどっちのレースが自信あるとか楽しみとかありますか。頭の硬さで言えば自信があるのはローレル賞ですけど、リオンダリーナ、逆にレースとしての楽しみはロジータ記念の方が混戦などで面白いかなと思います。そうですね、鎌田さんはいかがですか。そうですね、まあ、あのロジータ記念はもう大混戦だと思うので、まあ、ちょっとオッズ見ながらというところなんですけど、当たれば大きいみたいな。そうですね、どこから狙ってもそれなりにつくと思いますからね。はい、ローレル賞はウィルシャイン、結構個人的には、船橋の馬でね期待してるんで、そっちの方がより楽しみかなという感じがします。そうですね、リオンダリーナが圧倒的人気を集めそうなんで、そのあたりも注目ですね。そうですね。はい、さあということで鎌田さん、長尾さん、本日はありがとうございました。ありがとうございまし ました。さて来週はダートクレード競争の2レースを中心にご覧の3レースを展望いたします。ぜひご覧ください。それでは